フューチャーラジオバディファイトボリューム1ということで、今日は開封動画撮っていきたいと思います。はい、とうとう出ました。第1回から12回までですね。はい、バクと、タスクくんがいますね。バクがなんかジャムパンみたいなのを加えて、でポップコーンを食べてます。はい、森島なんとかさん、お疲れ様です。なんて読むんだ。すごい、ブシロードですね。ブシロードが出てる。これ1個3000円もするんですよ。たかがラジオなのに。ラジオってもうちょっと安いんじゃないのって思ったんですけど。はい。まぁ、こんな感じで。裏にまぁ説明が書いてありますね。はい、こんな感じか。あー、なるほど。01と02が入ってるからってことですね。はい。で、ドラムくんがなんかいます。なんか結構変わったパッケージですね。そして、特典 PR カードが入ってるんで、取っていきましょう。はい、こんな感じで、ラジオっぽいですね。はい。ジャックナイフが説明書です。特に説明書には何も書いてない。うん。まあ、スタッフみたいな感じ。そして出ました。フューチャーラジオバディファイト。君は家に帰ったら、フューチャーラジオバディファイトを聞かなければならないというカードです。はい、激レアなカードが来ました、PR。まあ、そういうことですね。まあ、これ以上紹介することがないです。特に紹介する、まあ、やつないんで、まあ、もうこれで終わりたいと思うんですけど。うん。まあ、とりあえずこのカードが狙いで買ったようなもんなんですが、かっこいいですね。まあ、表紙通りです。タスクと、うん。パクが。使えないですよ、カードは。これはゲームには使えないと思いますけど、まあ、一応ね、激レアな PR。そして、ボリューム1がタスクくんが書いてあります。こんな感じで、ドット絵みたいな感じの。ドットでもないけど。そして、ボリューム2がパクが、なんかポッキーみたいなの加えて、はい。ポッキーだね。なんかこっちには表紙には加えてないんですけど、これには飴かな？飴かポッキーかわかんないけど、なんか加えてます。で、ドラムくんがこの表紙のとこに、開けると出ますね。なぜドラムだったのかわかんない。ガオーが一人も出てないのがちょっと残念ですけど、まあこんな感じでした。まあもしお金がある方は、フューチャーラジオボリューム1買ってみてください。みんなのバディレア、リュウエンジタスクバディポリス取り締まります。マイホーフューチャーホースタスクバーク2人はバディ大森バーク腹ペコ相談室。あ、まあやってましたね。まあこれがだいたい12回分ですね。はい、ってことでご視聴ありがとうございました。